アマザスプ・ハチャトゥロビチ・ババジャニャンは、ソビート連邦の軍人、ソ連邦英雄。最終階級は、装甲戦車兵草原水。アルメニア系ロシア人であり、アルメニア語では、ハマザスプ・ハチャトゥリ・ババジャニャンとなる。ババジャニャンは、1906年2月18日に、ロシア帝国のエリザベトポリ付近にあるチャルダグルの村で、アルメニア人一家の元に生まれた。なお、 あとに、ソ連邦元帥となる、アルメニア人のイワン・バグラミャンも、ババジャニャンと同じ村出身である。当初は、チャルダグルの4年生公立学校で学んでいたが、1915年に、トビリッシュのアルメニア人中等学校へ転校した。しかしながら、彼の家族は、経済的に修学を支えることが難しくなり、ババジャニャンは、学校を辞めざるを得なくなった。 その後は畑に出て働きながら過ごしていた。1924年にコムソモールへ加わり、彼の村における最初のコムソモール代表を担うようになった。1925年、コムソモールの呼びかけに応じる形で、ババジャニャンはアルメニアソビエト社会主義共和国の首都エリバニにある赤軍の A ミャスニコフ記念アルメニア統一式学校へ入学した。 この学校は1926年にトびり市へ移転し、南カフカース軍不評学校と改名している。1928年に全連邦共産党へ入党。翌年南カフカース軍不評学校を卒業し、士官に任官された。同年9月、彼は第7カフカース不評連隊の招待司令官に配属された。1931年10月からは、 南カフカースの第27独立不評大隊で、招待の指揮を取り、1933年4月には、代理大隊司令官に就任。この間に反ソビエトでもの鎮圧などを行っており、その最中彼は負傷している。1934年3月、ババジャニアンは、幕府に置かれていた第三機関銃連隊へ、配属された。1935年11月には、 機関銃中隊司令官を、1936年1月には、機関銃大隊司令官に就いた。1937年10月、彼は、ザカフカーズ軍管区で、対空防衛の指揮を取ることとなった。同年、MV フルンゼ軍事大学に入学。1938年8月からは、第3機関銃連隊に移動し、10月には、レニングラード軍管区の第2機関銃連隊で、 副司令官職を拝命した。フィンランドとの間で冬戦争が勃発すると、ババジャニャンは即座に前線へ赴いている。1940年2月18日に負傷したため一時戦線離脱。回復後の同年12月、彼は第493不評連隊の副司令官に任命された。1941年1月からは来た。 カフカーアッツ軍管区に置かれていた第751、狙撃連隊の指揮を任されることとなった。4月、第19軍の作戦本部に移り、そこの補佐官を務めた。ドイツがソビエト連邦に侵攻してから数週間後の1941年7月5日、ババジャニャンは第19軍と共に西部戦線に配属され、スモレンスクに移動した。スモレンスクでは、 第395不評連隊の指揮を取り、同地での戦いやイリニア構成に加わっている。その後、アルカディエルマコフの指揮下に入り、グルーホフの防衛や、オリオルブリャンスク間の守備作戦に従事した。また、クルスクやチムでは防衛指揮を取っている。彼の部隊は一時的な交代の際に伝軍を務め、数軸国側に対し強い抵抗を見せた。9月8日、彼は、 エリニアに再入場した最初の部隊となったが、この功績により、クルスクでの休息と再装備の許可を得ている。しかし、戦火は間もなく、ウクライナにも及んだため、ババジャニャンの部隊は、ファテシュで、数軸国軍と交戦し、クルスクの撤退を支援した。1942年になると、ババジャニャンの部隊は、南西戦線に移り、 ますます攻撃作戦に加わるようになった。1月、彼の部隊に、ソコリアプロタの村から、ドイツ軍を駆逐し、占領するよう命令が下された。まず偵察隊を派遣すると、ドイツ軍がババジャニャンの6倍に相当する戦力を集中させていることが判明した。これにより、彼は、側面からの攻撃を強いられることとなった。結果として防衛戦にくさびを打ち込み、 敵側を退却させる形で、彼の作戦は成功を収めている。6月、ババジャニアンは、フルンゼ軍事大学の特別課程で修学した。その後も、彼の部隊は、ビロルゾボの村や、クルスクベルゴロドを結ぶ鉄道の発着拠点である、シュマコボ駅のダッシュに勤め、クルスク南東部の奥深く、セドベンスキーまで進軍した。9月、彼は、 西部戦線やカリーニン戦線で奮闘した第三機械化旅団司令官に任命された。11月から12月にかけて、ババジャニャンの部隊は、火星作戦の展開に携わっている。1943年7月、ババジャニャンの部隊は北へ向かい、クルスクの戦いに参戦した。戦いの最中、彼は、当時第八機械化軍団機下だった第二十戦車旅団の指揮を取った。 この旅団は、おぼやに付近に陣取ることで、南北よりクルスクへ進行するドイツ軍の足止めが期待された。しかし、ドイツ軍の激しい攻撃にさらされた旅団は、大きな損害を被り、ババジャニアン自身も負傷した。彼は短期間の療養で済み、即座に戦線への復帰を果たしている。その後、彼の部隊は、第一ウクライナ戦線に組み込まれ、 ウクライナから数軸国陣営を退けるために、再び戦場へ発見された。10月、ババジャニャンの第3機械化旅団は、第20新鋭機械化旅団に解消された。1943年から1944年に、かけて、ババジャニャンの旅団は、ジトーミルベルディーチェフ構成や、コルスンシエウチェンコ構成。 クロスクール・フチェルノフツイ構成、リボフサンド・ミール作戦などの度重なるウクライナ解放戦に赴き、ビンニッツァやジュメリンカ、テルノポリの解放に貢献した。特にババジャニアンが指揮する戦車部隊はコジャーティンの戦いにおいてドイツの第70機械化狙撃手段やニコ連隊を壊滅させる戦果を挙げている。第1ウクライナ戦線の部隊は攻撃を再開した。 3月24日、AH ババジャニャン大佐の第二重、新鋭機械化旅団をザレシ式からドニエストルへ派遣したが、その指揮官はソ連邦英雄に劣勢られた。二重ソ連邦英雄、ソ連邦元帥、エームバッシレフスキー、ー第二班補足、政治文学出版社、1975年、p 4 0九1944年3月、ババジャニャンは、 スタニスラーウ奪還のため、旅団を率いてドニエストル川を溶かした。11日間にわたる激戦の末、彼の部隊は川の右岸を占領することに成功した。その先行から4月2日に第8機械化軍団司令官によってババジャニャンにソ連邦英雄が贈られた。同年夏より1945年まで彼の部隊は第1、 第二次ロロシア戦線に移動して戦っている。1944年8月25日、ババジャニャンは第11新鋭戦車軍団の指揮官に任命された。1945年1月、ババジャニャンの部隊はビスワ・オーデル構成の一環として、ポーランドに進軍する部隊の射撃支援を行い、要塞を破壊することで、ウッチ、クトノ、ポズナンなどの初都市占領を後押しした。 この月の終わりまでに、ババジャニャンは、ドイツ国境に到達し、ランツベルクアンデアバルテ、ディルシャウ、ノイシュタットインベストプロイセンやポンメルンをはじめとする、多くのドイツ都市を占領するための軍事作戦を、展開した。2月2日、第11新鋭戦車軍団は、第1シロロシア戦線の一員としてオーデル側をとか、砲兵部隊及び、航空部隊の支援を受けながら、 フランクフルト・アンデア・オーダーの占領に成功した。最終的に彼の部隊はベルリンまで到達し、首都での戦いに参戦した。彼の部隊は第一ウクライナ戦線と共に激しい市街戦を繰り広げたが、ついに国会議事堂を陥落させた。1945年7月11日、ババジャニアンは戦車軍少将に昇進した。1948年に、 三宝大学を卒業し、さらに高位の司令官職に任命されることとなった。1950年から1951年まで沿い、カルパチア軍管区副司令官を務めた。1956年11月、ババジャニャンは、ハンガリー動乱鎮圧のために、第8機械化軍を率いて、ブダペストへ向かった。 1959年には、オデッサ軍管区の司令官に就任、以降1967年までその職に就いていた。軍管区司令官退任後は1969年まで、ロディオン・マリーノフスキー記念軍事大学の主任を務め、その年の5月には、戦車部隊参謀に就任した。第6期、第7期ソビエト連邦最高会議が招集されると、ババジャニャンは、 民族会議大議員となった。また、1969年から1977年まで、ソビエト連邦軍の総工部隊総官を務めている。1975年4月29日、彼は、装甲戦車兵装減水として減水に上り詰めたが、この階級にあったのは、ババジャニアント・パーベル・ロトミストロフの二人だけである。1977年11月1日に、 モスクワで死去。遺体は、ノボデビチ墓地に埋葬された。左からバグラミャン、イサコフ、ババジャニャン、フジャコフが描かれた、アルメニア人塩水をモチーフとした切手1978年、モスクワの北西行政地区に位置する地域の名称に、ババジャニャンの名が取られた。また、エレバンにある通りには、ババジャニャンにちなんで名付けられたものがある。オデッサの通りは、 2012年12月22日にババジャニアン原水通りに名が改められている。2016年5月23日、アルメニアの首都であるエレバンにハマザスプ・ババジャニアン原水像が建てられたが、この像が面している通りも彼の名にちなんでいる。ババジャニアンは、計1 5回ソビエト連邦最高会議命令にて、その栄誉を称えられたが、これは、 ソ連の司令官の中でも23番目の多さである。ソビエト連邦最高会議官部会による装甲戦車兵装減衰への報酬。ありがとうございます。